ハヤトの野望チャンネルへようこそ。はい、というわけで今日はですね、コードドラゴンブラッドというゲームをやっていこうと思います。で、どんなゲームかっていうと、待望の超大作 MMORPG ということなんですが、特徴としてはね、ただただ戦闘するばかりじゃなくて、とにかく何でもできる、いろんなことができるゲームということになっているようです。それじゃあ早速プレイしていってみましょう。はい、というわけでキャラメイクが始まりました。どうやらね、ジョブは4つの中から選択できるみたいです。これが執行者、そしてこれが鷹狩り、なんか二丁拳銃&ガトリングガンで戦うみたいだね。あ、かっこいいな。あとは、村雨、これはどうやら剣士みたいだね。そして強制、これは何だろう。あ、なんか双子っぽい女の子が出てきてる。魂みたいな感じなのかな。じゃあどうしようかな。二丁拳銃かっこよかったんで、鷹狩りでキャラクター作っていこうかな。で、どうやらですね、男、そして、女、そして、少女からですね、モデルを選んで、キャラメイクができるようなので、どうしようかな。じゃあ、女性キャラクターで作っていってみましょう。ゲームの中でぐらいね、可愛い女の子になってみましょう。めちゃくちゃ可愛い女の子作ってみようか。はい、というわけでね、キャラクターが完成しました。いかがでしょうか。テーマは、渋谷の若者です。多分十数年前に渋谷にいたであろう若者です。結構ね、ぽい感じにできたんじゃないかと思います。今風になったね。ちなみにですね、顔はこんな感じなんですが、体型はですね、やっぱり戦闘もあるであろうということで、マックス体型にしておきました。肩幅から何からですね、すべてマックスです。かなり頼もしい体型になってます。さあ、それじゃあね、このキャラクターで早速ゲーム開始していきましょう。さあ、早速キャラクターを動かせるようになりました。ここで戦えるのか。あ、二丁拳銃戦ってる、効果。あ、すごいぞ。よし、もっと戦っていこう。ほら、わあ、ガトリングガン出てきた。これか、ガトリングって。おお、やばいな。まだレベル1なんだけど。めちゃくちゃ強いんですけど。いいぞ。よし、それじゃあ早速ゲーム内の要素の一つである、なんかね、スポーツができる、バスケットボールができるということらしいので、バスケットコートに行ってみようと思います。ゲームの中でバスケってどんな感じなんだろうね。はい、というわけでね、バスケットコートのある公園にやってきました。どうやら日本の街並みみたいだね、ここは。すぐそこにね、コンビニなんかもあって。奥にはね、踏切なんかもあるんだけど、とりあえずね、このバスケットコート行ってみようと思います。MMORPG の中でバスケなんてやったことないから、ちょっと気になるね。さあ、ここから中に入れるみたいだぞ。あ、バスケットゴールがある。あ、本当にバスケできるんだ。あ、ボールも落ちてるぞ。はい、ボールを拾いました。あ、ドリブルちゃんとしてる。あ、すごいなこれ。よし、じゃちょっとシュート行ってみようか。よし、こうか。あ、なんかすごい本格的な UI なんだけど。シュート。さあ、早く行け。打つのよ。シュー。入んなかった。体格マックスで作ってるから、結構バスケは得意なキャラのはずですね。よし、フリースローラインから打ってみようかな。ちょっと。はい。ちょっと強めに打った方が入るっぽいね。こんぐらいかな。シュー。さあ、入れ。あー、惜しい。よし、入るまでちょっと頑張りましょう。もうここだけ見たらさ、もう MMORPG、戦闘とかするゲームって思えないよね。なんか、なんだろう、スポーツゲームにしか思えないな。さ、もう一投、あ、ちょっと強すぎるかな、これ。シュッ。あ、全然強すぎだ。さ、もう一投。あー、惜しい。っていうか今のダメなの？跳ね返って入ってなかった？よし、今度こそ入るだろう。めちゃくちゃ狙いすましました。入った！よっしゃー！やばい。普通にバスケゲーとしてちょっと楽しいかもしれない。よし、じゃあね、まだまだできることいっぱいあるみたいなんで、次行ってみましょう。はい、というわけで次はですね、ドラッグレース、いわゆる車のレース会場に来てみました。どうやらここでレースに参加することもできるようです。じゃあ早速ちょっと参加してみましょう。はい、試合に参加を選びました。あ、車いろいろ種類選べるみたいだね。よし、この虹色に光る車で行こうか。流れ星。うわぁ、めちゃくちゃ本格的なレースゲームなんだけど。さあ、行くぞ。あ、ドリフトもできるみたいだな。右下にドリフトってあるぞ。僕、こう見えてもレースゲー得意なんですよ。さあ、1位目指していきましょう。さあ、行け。あ、加速が早い。
加速が速い車両を選んだだけのことはあるな。よし、ブーストもかけて。うわ、抜かれた。あー、ぶつけられた。くっそ、やばい、一気に順位が落ちてしまった。ドリフトにさ、ミニターボみたいのまであるってすごいんだけど、もうレースゲーとして成立するぞこれ。あー、まずい、しまった。あとちょっとで順位上がりそうだったのに。はい、というわけでゴールです。くっそー、無念の3位でした。ちょっと悔しいんでもう一回行きましょう。これ面白い、これ面白いわ。もう一回行こう。さあ、リベンジマッチです。さあ行け。加速が強い車なんで最初抜けれるんだよね。ここからだよな、ここから。よしよしよし、いいぞ。うわっ、あー、やめろって。待て待て、落ち着け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 。最初の衝突で結構やられるんだよな。まだまだ射程圏内だぞ、1位と2位は。いける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 。1回目より上手くなってる。だー、やめろ、お前やどけって。ちょっと、もうダメだ、なんちゅうことをするんじゃ。あいつは最下位になっちゃったよ。完璧に前塞がれたからな、さっき。とんでもねえことしやがる。だーだー、こいつ。時間切れになる。もっと頑張ろう。はい、というわけでね、リベンジマッチ、最下位でした。くそ、やばい、これ熱くなるな。はい、というわけでレース要素でした。悔しい。本格リリースされたらまた来ようと思います。よし、それじゃあね、さらに次の要素行ってみようと思います。はい、そして次の要素なんですが、このゲームね、乗り物っていうのがあるんだよね。乗り物に乗ってね、広大なオープンワールドを旅できるっていうことらしいので、ちょっと乗り物に乗って旅行ってみましょう。はい、これが乗り物一覧だね。いろんな乗り物がいるみたいだ。これはバイクかな。あとこれは、あー、これなんて言うんだっけ、グライダーみたいな。なんだこれ、椅子。ちょっとこれ乗ってみようかな、椅子。椅子、はい。すごい、なんか魔王みたいな。え、これ移動できるの、これ。あ、移動できる。なんじゃこれ。こんなのあるんか。ちょっと他も見てみようか。なんかさ、肋骨におかしなのがあるんだけど、これ乗り物。乗り物なのこれ。これ何。あの、スーパーのカートをしてるおばちゃんなんだけど、これ何、運転って何、これを。ちょっと乗ってみようか。なんだこれ。カートに乗ってる後ろのおばちゃん誰。気まずいんだけど。移動できるし。こんなのあるんか。よし、じゃあちょっとおばちゃんに押してもらって、この辺散策してみましょう。あ、ここ踏切だね。なんかさ、日本の神奈川の鎌倉の方とかこんな感じだよね。江ノ島とかある方。あ、砂浜もあるじゃん、降りれるのこれ。はあ、すごい。よし、ちょっと違う乗り物試してみようかな。はい、今度はね、空飛ぶクジラ号に乗ってみました。かっこいいな。あ、これは空飛んでるから上昇下降ができる。おお、これがさっき言ったマップの前景です。あそこが踏切だね。へえ、すごいなこれ。バスケットボールコートがあそこに小さく見える。今度はかっちょいい飛行機に乗ってみました。いいね。これかっこいいな。おしゃれだな。よし、これでじゃあいろんなところちょっと観光旅行に出かけてみようと思います。これがね、どうやらワールドマップっていうことになってるみたいなんだけど、真ん中に東京あるんだよね。東京行ってみようか、早速。一応ね、僕のこのキャラ、あの、渋谷にいそうなギャルっていう、あの、モチーフで作られてるんでね、東京行かないと。あ、すごい。ほんと、東京の、なんだろう、渋谷とかの街並みって感じ。あの、コンビニある感じがね、日本っぽいよね、なんだろう。あー、地下鉄の乗り場もある。あれ乗れるのかな。あ、入り口閉まってるや。上にはモノレールが走ってるみたいだね。ほんと、コンクリートジャングルって感じだね。あ、看板も出てる。23時までの営業になりますみたいな。あ、コスプレイヤーとかいるよ、道端に。なるほどね。あ、パーキングとかある。地味。あ、なんか鳥居もある。あ、でもこれは絵なんだね。へえ。いやー、すごいな、作り込みが本当に。はい、ここが東京でした。もっと違うところを見に行ってみようか。じゃあ次は遊園地っていうところがあるみたいなんで、遊園地行ってみようか。はい、というわけで今度は遊園地に来ました。あ、すごい、なんだこれ。うわ、でっかい城みたいのあるよ。
はあ、結構旅してるだけ楽しいかもな。よし、ちょっと城の方向かってみようかな。うわ、めちゃくちゃおしゃれじゃん。何これ。なんか幻想的だね。あ、あっちにはなんかジェットコースターみたいのあるぞ。すごい。これ乗れるのかな？どうなんだろう。さすがに無理かな？ジェットコースターは30秒ごとに1台やってきます。まだ乗れていないお客さんはもうしばらくお待ちくださいと。え、これ待ってたら来るのかな、ジェットコースター。あ、来た！え、乗れるのこれ。あー、乗った！マジか！すごい。え、これ走るの？うわー、乗れる！マジか！遊園地で遊ぶこともできんのこれ。あ、すごい。そしてちょっと怖い。僕こういうスリル系の乗り物苦手なんですよ。降りるぞ、降りるぞ。うわはい、というわけでジェットコースターでした。いや、すごいね。どうせこれ、なんだろう、見た目だけなんだろうって思ってたのに、まさか乗れるとは。乗れるのかなとか言っといて、もし乗れなかったらカットしようって思ってたんだけど。乗れたよ。びっくりだ。よし、それじゃあさらにいろんなとこ冒険してみましょう。次はどこ行ってみようかな。はい、次は電波塔っていうところに来てみました。あ、東京ジャパンって書かれてる。へえ。和服の女の人の看板まであるぞ。あ、これ東京タワーだ。東京タワー観光庁って書いてある。マジか。へえ。あ、すごい。高層ビルが立ち並んでるのが見えるんだね。もうめちゃくちゃ街中なんだ、ここ。あ、これ東京タワーのモデルの、なんだろう、 3DCG グラフィックみたいなやつか、これ。あ、グランドピアノまで置いてあるぞ、ここに。え、これまさか弾けるの？あ、弾ける。嘘、そんなことまでできんのこれ。弾いてみる。とりあえず弾いてみたっていう噂じゃねえよ。うますぎだろ。ごつい渋谷のギャル、うますぎだろ。やばいな。はい、というわけで今回はコードドラゴンブラッドというゲームをプレイしていきました。いや、いろんなことができるゲームだっていうことは聞いてたんだけど、思った以上にいろいろできたね。戦闘は今回はあんまりやらなかったんだけど、それでもミニゲームだけでもものすごい楽しかったです。正直、あの作り込まれ具合が半端じゃないね、これ。でね、このゲームどんなゲームなのかという紹介をさせていただきますとね、海外で爆発的にヒットした小説「竜族」をもとに開発された RPG ということのようです。オープンワールドで作り込まれた竜族の世界や竜の血をめぐる壮大なストーリーを楽しめる。グラフィックもすごく綺麗だしね。個性的な4種類のジョブから選んで遊ぶことができます。ぜひ皆さんもね、概要欄から、このゲームインストールして遊んでみてください。ミニゲームもね、本当にたくさんあって楽しかったです。それからね、4月9日から25日まで、公式ツイッターでね、はじめ祭り共同投稿キャンペーンっていうのをやってるんで、こちらにもね、ぜひ皆さん参加してみてください。というわけで今回はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。